先ほどの映像にあったように、テクモのキャラクターのコスチュームなどやり込み要素も盛りだくさんなのでぜひ期待してください。じゃあ、操作してみますね、基本的な操作は非常にシンプルで、ただ A ボタンを使うだけです。じゃあ、早速ショットを選んでみますね。でまずアドレスを取って、でコントローラーを傾けると、傾けた向きでですね、あのパワーが決定します。で今 T ショットなんでフルスイングでいきますね。で A ボタンを押しながらスイング、ちょっと吹く気味に飛んでしまいました。実際のゴルフと同じようにこの B リコポンを使った、このパンヤもですね、非常にそのメンタルの部分が大事になってきます。じゃあちょっと2打目をですね、風の影響もあるので若干右目にね、構えて振りかぶって A ボタンを押しながらスイングです。うまくグリーンに乗るといいんですけど、すいません、ちょっと緊張して飛ばしすぎてしまいましたが、だいぶ、ホールには、ね、近寄りました。じゃあもう一度アプローチショット、振りかぶって A ボタンを押しながら、あ、今ちょっとすっぽ抜けてしまいましたね。ちょっと今震えちゃって、もう一回打たせて打ちます。あ、ごめんなさい、ちょっと緊張した、なかなか緊張してしまって次こそは慎重に、ね、はい、手震えないようにね。バーディーを決めようと思ってたんですけど。